日曜日の朝でございます。今日朝ですね、SNS を見ないということで、すぐにいろんな作業ができました。やっぱりいいことですね。 SNS っていうのは全ての作業の邪魔です。今日は1時間近く早く暑くなる前にということでお散歩に出てきました。みーちゃんも起きてくれてね、よかったです。今日エレベーターホールからなんですけれども、富士山がよく見えました。久しぶりに。みーちゃん行くよ、こっちですよ。黒くて雪は全くなかったんですけれども、いや久しぶりに綺麗な姿見ました。やっぱり富士山見えると嬉しいですね。今日なんとですね、こんなにおしっこシートと、あとミミちゃんのおやつとかいろいろいただいちゃいました。ワンちゃんがいらっしゃったけど、去年お亡くなりになっちゃったそうなんで、10月って言われてましたね。余ってるんで持ってってくださいってことでいただいちゃいました。ありがとうございます。和子さんのお父さん知ってる方でね、ちょっとお話もさせていただきました。動画も毎日見ていただいててね、ありがとうございます。はい、大事に大切に使わせていただきたいと思います。みーちゃんよかったね。おやつだよ。今日岡田さんのお父さんのお話とかしてたもんですから、アルバムを引っ張り出して見てみました。ハンサムです。この写真が好きと。昭和ですね。お父さん細かったんですもん、ね、だんだん太くなって、もう黒く丸々してるし、この息子がそっか、これ和子さん見るんだ、見るんだ、髪の毛が上に向かってすげえ生えてるもんちょっと早めというか中途半端な時間なんですが、フードデリバリー行ってみたいと思います。10時半です今、はい、お疲れ様でした。今2時半ですと、家出たのが10時半なのでちょうど4時間ウーバーずっとやってまして、トータル売上1192円で11ポイントということで11回の乗車ですね。ダブルが多分5回だったと思いますので、実質6回、はい、でございます。4時間で1万円を超えてるんで、結構効率良かったんではないかなと思います。昨日もそうですし、昨日はまあお天気悪かったですけどね、今日はこんないいお天気の中でこんだけ稼がしていただけるっていうのはだいぶ良かったんではないかなと思われます。あ、混んでるな。これは U ターンかな。そこから右曲がっていけばいいか、はい、ということでございまして、気をつけて帰りたいと思います。いや、それにしても暑い。完全に雲は夏の雲になってますね。それでは夕方散歩来てます。今日はアマゾンが8時からなんで、もう散歩も5時ぐらいで来てます。結構風も涼しくなってきてますが、湿気は多いですね、これからもこの時間取れるとね、夕方を散歩してきていいんですけれども、なかなか空いてなかったりギャラが低かったりするんですよね。
これからアマゾンのお仕事参ります。もうゆっくりご飯も食べて、あとは寝るだけみたいな感じのところからスタートです。お腹いっぱい、今日はゴーヤチャンプルーでした。疲れてきた時とか暑い時にあのゴーヤの苦味がいいですよね。で今日はどこになるでしょうか。ここのとこ結構直帰できることが多いので、今日もそれを期待したいと思います。なんか今外かなり涼しくて過ごしやすかったですね。割と湿気も今日は飛んでったのかなと、そんな感じがしております。今日はどこになるんでしょうか。では行ってきたいと思います。それではです、行ってきます。いや、めちゃくちゃ混んでましてね、 U ターンしてきて、まあ大丈夫な方、大丈夫であろう方から今向かっております。そこでちょっと早めに気がついてよかったんですが、仕事用の iPhone 持ってくるの忘れちゃいました。で、慌てて今あの普段使いの iPhone の方を、ポボ 2.0 で24時間使い放題をセットしまして、充電中です。とりあえず 60% 今あるんで大丈夫だと思うんですけれどもね。いやー、危なかったです。気がついてよかったです。もう波乱はここまでにしといてほしいもんでございます。いや、混んでるな。ここはね、横断歩道じゃない、なくなっちゃったんだよ、ごめんね、飛び出してこられて。混んでます。今日もあっちの八つの方を回って行かないと危ないかもしれませんね。あ、ここ通れるようになってるね。それでもこんな混んでるんだ。あー、でもよかった、ここ通れるようになって。はい、では行ってまいります。落ち着いて落ち着いて。